どうも、キング&プリンス大好き、まいこです。実は長野県にあるおばあちゃんの家に行ったんですけど、そのついでに、キング&プリンスの訪れた場所も行ってきちゃいました。あ、ここは違うんですけど。はい。見てください、この大きなリンゴ。自分でリンゴジュース入れられるんですって。ボトルのケースのリンゴ。シールついてるところ、ありました。おっと。めっちゃ天気いい。あれ何？これ何？登っていいやつ？ここで飲みますか。展望台的な？めちゃくちゃ見渡せる。めちゃめちゃ炭火。これはね、ウインナーじゃなくて肉を食べてるって感じだ。これは五平餅だ。うまい。テトさんっていうらしい。岐阜にありますこちらのお店、またまたキンプリちゃん関係ないんだけれども、とっても可愛いお店だったので紹介しちゃいます。ちょっと研究所っぽいお店で、ほら見てください、これクッキーですよ。でかくない？インドと科学がモチーフのお店なんですって。この瓶に詰まったのはプリン。黒い蓋だけお酒が入ってるらしいよ。で、私の目的はこちら。あー、かわいい。すごい。ありがとうございます。お待たせいたしました。お気安いので早めにお召し上がりください。ありがとうございます。すごいすごい。自分で麺から色にできちゃう。どうしよう。かき氷日和。中岸くんカラーの紫にしてもらった。そして名古屋やってきました。ダブルユータが訪れた大久手山本屋さん。夏休みで本当予約いっぱいで、でも来ちゃいました。たぬきちゃんたちのお出迎えだ。待ち合わせしちゃっててお待たせしちゃってます。また今14時ぐらいだけど、まだ賑わってるね。すごい人気店。やっぱ2人のお座敷の席には入れなかった。2人が食べた天むす、手羽先、すっごいグツグツしてる。カレー煮込みうどん。保湿保湿。岸くんが注文した味噌煮込みうどんは、2人が座った席を予約できた時にリベンジするって決めてる。唐揚げカリカリ。
そば粉使用してる？そりゃ岸くんの舌に合うわけだ。冗談抜きで今まで食べた手羽先の中で一番美味しかった。記念撮影のつもりが動画だったみたいです。名古屋駅にあるパッセにやってきました。キンプリ推しのタワーレコードさん、意外にも平野翔くんを推す名古屋店にまだ来てなかったなと思って、ただジャニーズを退所されてからどうなのかなっていう不安もありつつ探しにやってまいりました。キング&プリンスは結構いっぱいいますね。一旦ジャニーズコーナー、キング&プリンスのコーナーはどうなっているんですかね。はい、先頭にいらっしゃいました。さすがに脱退メンバーのものは CD しかないよね。この景色が見られると思ってやってきたのですが、残念ながら今はありませんでした。だからこそ津田沼店さん、ありがとう。また 2B コーナーに変化があったと聞いてやってきました。まずしっかりキング&プリンスのアルバムピースもドセンターに飾ってくださってました。そして 2B コーナーはこちら、平野翔くん、神宮寺勇太くん、三宅健くん、 IMP のスペースもできてました。ほんでちくわも戻ってきてる。しかもお落ち着き、名古屋にある馬屋やってきました。ラーメン屋さんですね。平野翔くんの弟さん、平野陸くんのインライで何度か話題に上がってたので、ちょっと気になってて来ちゃいました。翔くんも食べたことあるのかなーなんて。チャーハンも美味しいと聞いたのでこちらを注文いたしました。ちなみに九条ネギおかわり無料です。ということで調子に乗って夜中の1時35分に食しております。スポットひまわりだよ。このひまわり本物？すごい大きくない？あ、下がある。東山スカイタワーがあくまでちょっと時間あるからスタバに行きたいと思います。たちが MV 撮影で飲んでたのが飲みたくてやってきました。ちゃんとリルジーも連れてきたよ。ブロンドオーツミルクっていうんだって。何も入れなくても甘みが感じられて体に良さそうな味がしたよね。一丁前に語っております。うわー、今日天気良くてマジで良かった。これだこれだ。300円だって安い。タワーのチケット、おお。今のとこ待ち時間0分。どっちがいい？コーラにしよう。ノッピー、おお、きらびやか。ひー、怖い。なってんの？え、シャバーニ君とプリクラ撮れるんだけど。え、今誰もいないじゃん。え、絶対ここじゃないぞ。絶対ここの階じゃない。歩いて行くんだ上まで。これで上に行くんだ。
お、すごい動物園じゃん、ほぼ。スカイレストランは閉店してるけど、やってる？入れるじゃん。え？あ、もしかしてスカイラウンジか？これだ。ここじゃん。ここで書いてたジンくん。ここにいたよ。とりあえずね、並べてみました。ここだよね。じゃあもうこの手すりとか金プリめっちゃ触ってんじゃん。これで見比べてたんだね。シャバーニくんがあの建物。今いる？え、肉眼だとカバすごい。あ、見えるじゃん。おー、いるいるいる、カバ。カバが泳いでおります。これだ、名古屋ドーム。ほら、あれが言ってた遊園地。あ、うん、これに書いてたんだ。この中のどれかで書いてたってことだよ。どれ、これ、もうみんな同じ。 KP、 ティアラ、ずっと一緒で、この恋の羅針盤。あ、キンプリと同じ方向じゃない？もう一回やって。ほら、キンプリと同じ。ウォー、バナナ焼きのパピリカさん。キンプリに関係ないんだけども、私名古屋でバナナって言うと翔くんどうしても思い出しちゃう。そしてこちらのお店はバナナの味がしないバナナ焼き屋さん。私は聞きなじみのない白手棒あん入りの揚げバナナを注文しました。いつもはここに入ってんのかな。外がね、カリッとしてて、中に甘い白手棒あんが入ってて、美味しかったよ。ずっと気になってた三輪神社、大きな商店街で有名なね、大須にあるんですけども、うさぎさんがね、有名なんだよね。このうさちゃん、頭なでなで。よしよし。頭ってここ？ニコだニコだ、頼むよ幸せ。お守りかわいい。うさちゃん、こっちにもうさちゃん。なんか矢が刺さってる。縁結びの木なんだ。ほら。そしてうさぎ年の2人に絵馬を授かりました。実はこちらの神社、ジャニーズファンの中でも話題らしくて、この絵馬に推しの名前を書くと神石が当たるらしい。本当かな。渡ります。これが平野小橋。平野翔くんに縁もゆかりもないかもしれないけど、すごくない？平野小橋、橋か。昭和56年にできた橋なんだ。見て、すごい。のどかー。でもこの橋めちゃくちゃ大きい、長い。今日さ、38度あるけども、なんか水がほんと透き通ってて涼しげだよね。
っと風吹いていい感じ。熱っ。そしてこれが本来の表記、平野小橋か。すごいダム、これすごい青くない？なかなか見ない景色ですよ。あ、猿がいる。猿かわいい。わ、怖いな。なんかでもさっき見せた、すごくない？秘境みたいな場所。サイズみたいなのもある。トイレも豆の顔になってる。ほら見て、ほら。そして見つけやした、ジンくん、宮川大輔さんのサインも。本当にここまで来てたんだ。こんな長い道のり。お試し用ラスト1個をゲットできたので、こちらで食べさせていただきたいと思います。そして豆乳を購入したら、ブルーのハートのシール。いやー、ジンくん愛感じますね、こちらのお店。ほんでもって石豆腐ができるまでの工程、ジンくんもやってたよね。試食ができるように調味料が用意されてるんだけど、これは本当にありがたい。道の駅白川郷に寄って帰ります。あれ、牛？こんなにあるんだ。本来またリベンジするぞ。神宮天馬町、今日から岸くん主演の映画 G メンとタイアップされるお店。あったー、パンレリーさん。ポストガードゲットできて、タピオカ飲めて、クレープも食べれて、みんなハッピー。買ってきたやつ重みすごい、凝縮してる感じする。でね、これ保冷剤かなんか入れてくれてんのかなと思ったら、これおから入れてくれてたんだけど、食べたいと思います。結構重量感すごいし、ちょっと豆腐ステーキとかにするのもいいなと思ったんだけど、やっぱそのものを一番味わいたいなって思うから、豆腐サラダにして食べます。あと、あの入ってたおから、本来おからパウダーで作るみたいな蒸しパンの作り方があって、ガチのおからだったんだけど蒸しパンにしてみた。できてんのかな、これ。これも食べてみたいと思います。で、早速失礼して。いや、すごいよ。動画さ、撮れてなかったんだけど、食感にびっくり。もともとね、絹よりも綿派だから、硬い豆腐は好きだなと思ってたけど、これは、もう、今まで出会った中で、一番やっぱ硬いから、豆腐の理想系。プリンみたいにね、柔らかい
豆腐が好きな方はまたちょっと違うのかもしれないですけど、私にとってね理想系なのよこれ。だってもうこう移動させた時にさ、豆腐じゃないのよ感触が。ちょっとうまく切れるかな、これもう1個しかないからさ、こう一回入れて、あー硬い、こうしてサイコロみたいに切っていきたいの、私の理想は。すごいね、豆腐切ってるとは思えない。まあ転がっても平気な豆腐。うわあ美味しそう。いただきます。もう見て、豆腐だよ、フォークに刺さる。すっごい食べてるって感じがするんだよね、豆腐を。最初に白いとこ食べるべきだったね。食感が楽しいんだよね。もう時間が遅かったからさ、白川郷行ったらもう閉まっちゃってて入れなかったんだけど、もうこのお豆腐ももうあそこでしか買えないらしいから、今はね人気すぎて。また買いに行きたいなって思ってるから、リベンジしたいなって思ってる。てかこれ成功してんのかな。あちょっと、あ蒸しパンになってる。うん、やっぱあれか、本来おからパウダーのレシピだからちょっとねっちょりしてるけど美味しい。なんかこのお豆腐も重量感があるからしっかり食べてるって感じがするんだけど、やっぱお豆腐だからおからだから罪悪感ないよね。めっちゃいいじゃんこれ、もっと買ってくればよかった。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。